げた。ミヤにはミヤヒーローがいる。ミヤのごめんなさい。ミヤのオールナイトニッポン R。 ミヤの夏イヤー。この音が嫌だよね、まず。イエイ、この音が嫌だよ、まず。かだよ。さっきの続きいきますか。ミヤの夏イヤー第1位、っていう天秤にかけたところ、私の中ではピン、日焼けが勝ちましたからね。結局行かなかったんですよ、プールに。ひどーいみたいなね。友情はどうしたんだっていう。友情は、まあ、別のところでまた遊べるからプールは行かなくていいかみたいな感じで、もうね、どうしてもその日誘われた日がすんごい晴れてたのね。でその日に誘われたの。でも今日はね、辛いだろこの紫外線ってことで、めっちゃ悩んだ結果行かないって結果にねなったっていう、そんなこともあったんですよ。でもう小さい頃はやっぱ海のそばに住んでいたので、葉山出身だったんですね。だからすごい真っ黒な子供ですね。日焼け止めとか塗ったことなくて、すごいワンパに真っ黒になりながらも外でいっぱい遊んでるような子だったけど、中学に入った時から周りの女の子白いなって、可愛いな、どうしよう、私真っ黒だぞ一人でみたいなとこに気づき始め、もうね、美白に目覚めたというわけで、まあ、すごい焼けやすくて、あの5分歩けば真っ黒みたいな、すごい吸収がいいみたいなんですよ。健康的に、あ、メラニンが多いのかな、わかんない。でもなんかね、今日焼け人によっては危ない人もいるからね、すごい熱が出てしまったりとか水ぶくれになってしまったりとかいう人もいるみたいなので、まあね、そういうことはね、なんか無事に過ごせるんですけど、でも川とか、鼻の川とか抜けたことあるからね、疲れたらめちゃめちゃ恥ずかしいんだよね、鼻の頭抜けてると。なんかポイポイやってもさ、ここだけ白くなっちゃってさ、なんかね、どうしようもないみたいな感じになっちゃうんですけど、男の子の日焼け、男の子の日焼けはどうだろうね。まあ白い人も好きだからね、なんか透明感のあるさ、岡田将生くんみたいな、ああいう白い男子好き好きみたいなのありますからね。いやー、でもまあ焼けてる、なんか海が似合うような人、チャラくなければ OK だね。なんかさ、チャラくてナンパしに海に来てるみたいなさ人はちょっと遠慮しときますけど、でもいや別に海でね、ナンパされたこととかないんですけど、だって海行かないからね、まずそもそもこの年になって海行ってもひたすらに、あの長袖を着て、あの水着の中に着ててもね、長袖を着て日傘を差してサングラスしてるから、お前何しに海に来たんだみたいなそういう人になっちゃうわけですよ。いや、嫌だから。でも海には15分ぐらい入るめっちゃ短いみたいな、女優さんみたいな、女優さんの声ですね。
たり食を中心とした新しいライフスタイルを提案しています。野菜ソムリエ協会の福井英二です。農業で食っていこうと心に決めたあなた、その方法論がここにあります。ぜひ聞いてください。野菜ソムリエの美味しい話は毎週日曜朝8時から。美味しいプレゼントもあります。医療活動を通じて感じることはただ一つ、国の境目が政府